じゃあ、このコミッター VS ワールドの、セッションを開始したいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。これは映ってる感じですよね。映ってそう。はい。話も聞けてそう。じゃあ、始めます。本セッションは、クックパッドのスポンサーで、毎年恒例の Ruby コミッター VS ザワールドというセッションで、という名前で、Ruby のコミッターがいろんな話をするっていうセッションになります。はい。一応ですね、スポンサーなので、紹介、弊社クックパッド株式会社の紹介をさせていただきます。クックパッド株式会社は毎日の料理を楽しみにするをミッションに掲げ、国内で月間5800万人が利用し、日本も含む世界76カ国、地域34言語で展開する料理レシピ投稿検索サービス、クックパッド、買い物をもっと自由にする生鮮食品 EC、クックパッドマートなどを運営する料理とテクノロジーの会社です。はい。というわけで、そういう会社ですので、エンジニアさんですね、Ruby のエンジニアさん、および、そうじゃない、iOS とか、Android とか、まあ、なんでもじゃないですね、いろんな職種で募集中ですので、ご検討いただければと思います。はい。で、続けます。はい。で、本題に入るんですけども、前回のですね、Ruby、この Ruby 会議でのこのセッションからですね、3人の新しいコミッターの方が参加、新しいコミッターがになってくださった3人の方がいらっしゃいます。で、今いらっしゃるのは、ポッケさんだけはでい。すかね。じゃあ、ポッケさん、なんか喋ってください。はい。ポッケです。普段は、株式会社ビットジャーニーというところでエンジニアをしています。で、Ruby 周りだと、基本的には RBS という、型周りのやつをやっていて、それは今日の、午前中のトークでも話しました。そうですね。そんなところでしょうか。はい、はい。ありがとうございおま願いす。します。ピーターさんですね。GC のすごいことやってくれて、昨日もお話ししてくださったという感じですね。Shopify ですごいいろいろやってくださっている。それから、アルガスさんは、CI をガリガリと直してくださっていて、メンテナンスしてくださっているという感じです。なんか、付け加えることはありますか？他の方。いいですかね。じゃあ、続きいきます。Ruby 3.1が12月ですね。今年の12月に例年通り出るということで、成瀬さん、はい、なんかしゃべる？今年も、なの例年通り12月クリスマスを目指して Ruby 3.1をみんなで開発しています。主な議論としては、エラーのハイライトをするエラーハイライト、あと、IRB が、3.2.8から、大幅に改善されましたが、3.1でも、より使いやすくなる、改善が多数入っています。また、タイプロフの ID 連携、これは、Ruby 会、他のキーノートとかでも発表されていますが、RBSE の改善、また、さださんの作ったデバッグジェムの標準テンポなどが行われる予定です。こう目玉機能はなんかユーティリティの改善みたいな感じですか現時点で、明らかになっているのは、主にこの改善系、ユーティリティな改善系が多いですね。松本さん、なんかあります？ 3.1 に関して。今、ミュートになってます。松本です。言語仕様的にはですね、3.0でちょっと息切れした感じがあるので、しばらくはツールに専念しようって前から言ってたんだけど、3.1はその通りになったなっていうふうに思ってます。ので、想定通りっていう感じですね。ありがとうございます。で、RBS 2.0については、ポッケさんが、これご紹介してくださるですかね。私が紹介した方が良いですはい、か。お願いします。笹田さんも書いてもらったと思うんですけど、そうですね、RBS 2.0は先ほど午前中のトークで私が話したような感じで、ここにあるものだと、一番上の RBS コレクションというのは、サードパーティーのジェムのための RBS を、今までは Git サブモジュールで頑張って管理しなきゃいけなかったのを、もうちょっといい感じに管理しようというやつです。で、
あと、総太郎さんに説明してもらってもよいでしょうか。ですかね。はい。はい、どうも総太郎です。そうですね。これだから、プケさんに今日の午前中にざっと紹介してもらったものばっかりだと思うんですけども、バウンディッドタイプパラメーターズっていうのが、Java とか、タイプスクリプトとかにある機能なので、多分使ったことのある方は使ったことあると思うっていう、そういう、まあ、ちょっと微妙な機能だと思うんですけども、そういう機能を入れようと思ってます。で、これがプリティプリントっていうあのクラスを定義するときに、ジェネリックスのパラメーター、X っていうのを登録するんですけども、その X がどういうクラスだったら OK かっていうのを、制限をつけられるようにすると、そういうような、機能になっています。ただまだ詳細というか、このチェックマーク入ってないやつはまだ何も実装はされてないっていう意味で、まだ実装一つも書かれてないんですよ、これ恐ろしいことに。で、まあ、なので、今後、どういう仕様がいいのかっていうのは詰めていきたいと思ってるんですけども、まあ、最初の方は結構、限定的なサポートというか、クラスが1個書けるとか、インターフェースが1個書けるとか、そういうふうになる予定です。で、ジェネリックタイプエリアシーズっていうのも一緒で、ここに出てるのが、ツリーの例なんですけども、タイプエリアス、型のエリアスに、何でしたっけ、ジェネリックのパラメータをつけるよう、書けるようにするという、そういうふうにする予定です。で、最後のやつが、5倍速いパーサーっていうことになるんですけども、あ、これなんかさっき、最後書き加えた行が見えてないんですけど、今 RBS のパーサーって、Ruby で実装されていて、で、そんなに遅くないとは思うんですけども、例えば400個の RBS ファイルがありますっていう状態とかで、それを全部読み込もうとすると10秒ぐらいかかっちゃうっていうのが、分かっています。で、400個 RBS ファイル書かねえだろうっていう気持ちになるかもしれないんですけども、例えば、JSON スキーマとか、プロトコルバッファーとか、そういったスキーマから RBS ファイル生成するっていうようなことをやると、本当に機械的にガンガン生成されていくので、400個ファイル読まなきゃいけないみたいなことが、発生します。で、そうすると、10秒かかる、スティープの型検査をするときに起動してから10秒かかる、10秒間何も動かないっていうことになったりとかして、で、まあ、とてもよく、さすがに良くないなっていうことで、仕入れ書き直してみたら、まあ、5倍ぐらいは早くなりそうな感じなので、まあ、良かったなと思ってるところです。で、これも、まだマージはできてないんですけど、大体実装はできていて、まあ、チェックマーク入ってて、あとはその RBS の、型の定義の言語の、アップデートを、これから実装していかないといけないという、そういう状況になっています。はい、このところです。はい、ありがとうございます。総太郎さんは RBS をそもそも作った人ですね。言語仕様を決定された方です。はい。次ですね。じゃあ、3.1 の話はこれくらいにして、例年このセッションでは、なんかこう、質疑応答みたいなことをすることが多かったんですけれども、今年は、まあ、なんかこれからこういうのがやるといいんじゃないみたいな話をですね、コミッターの皆さんに聞いてみてですね、並べてみたというものです。なので、まだまだこういうことができていない、こういうのが足りないなっていうのを皆さんと共有して、で、じゃあ私がこういうことやろうみたいなことを思ってくれる人が一人でもいれば嬉しいなというところでございます。はい。じゃあ進みます。ここからはですね、なんかこうコメントがあるコミッターの人はですね、適当に差し込んでいただければと思います。はい。まず、コンピューティングリソースですね。計算資源ですけれども、まあ、もちろん我々プログラミング計算機を扱う仕事をしているので、たくさんの計算機使っていろんなことやってます。で、これには書いてないか。まあ、常識的な範囲ですね。開発に必要な、リソースがここに並べてあるんですけれども、なるほど。ちょっと待ってくださいね。これ、最大化してくれということだったので、最大化します。はい、シェアじゃねえよ。こちら。はい、失礼しました。あれ、違うの、あ、これか。これですね。いろんな、例えばテストでたくさん AWS 使ってるんで、AWS インスタンス使ったりします。それから、独自に私の家にマシン結構並べてて、イガイガさんに今年
マシン1個寄付してもらったりとか、そういう支援をいただいたりしています。ただたくさん CI やってるのの多くは、物理マシンじゃなくて、物理マシンじゃなくて、クラウド上のマシンでやっています。どうしましょうか。なんかこう、これに、この辺についてコメント、いいですか。スポットインスタンスって書いてあるのは、今、オンデマンドインスタンスを使っているんですが、これをコミットごとにスポットインスタンスを立てて、全コミットに対してテストを回らせると、より、どのバグ、コミットでエンバグしたか分かるので、何か、のコミットが原因でテストが壊れたときにリバートしやすくなって便利だな、そういうのが欲しいなっていうのをずっと思ってるけれど、手が回っていないという意味ですね。なので、どなたか頑張っていただけると大変助かります。ですよね。なんか AWS のマシン、こう、あればあっただけ使える状態ではやっぱりないので、バジェットのリミットがあるので、その辺、本当になんかこう、たくさんやりたいことがまだできていないという状況ではあるっていう感じですかね。で、これらの計算切りソースについて、いろんな企業さんから、団体から、寄付をいただいて、ご支援をいただいております。どうもありがとうございます。で、もしですね、寄付を期待され、寄付ができるよっていう企業様とかいらっしゃいましたらですね、Ruby Central や Ruby Association に、方にちょっと確認していただければと思います。次ですね。パーサーについて、遠藤さん、いいですか。あ、はい。はい。そうですね。なんか、自分の技能というのも少し触れたんですけれども、パーサー、Ruby のパーサーに、なんか新たな要件とか、今のパーサーの実装後のメンテナンスが辛いというのは、もうここ数年ずっと言い続けているような話があります。なので、そうですね、ちょうどさっき、ここ1にも、パーシング Ruby という Ruby のパースの歴史をすごい調べてくれた発表を、見たりしてましたけど、なんか、いい加減なんとかしたいという気持ちが溜まっているという感じです。目的としてはパーサーをメンテナンス可能にしたい。今、本当、中田さんという一人の、パチモンですね、コミッターが、ほぼメンテナンスしてるんですけれども、中田さんぐらいしか手を入れられないところがかなりあるっていう感じなのでかなり厳しいのと、あと最近はその LSP、VS コードの ID とかで、なんだろう、もっと柔軟というか、ベラパーサーが必要となってきているというのも、新しい要件になってきているという感じです。で、そうですね、まあ、メンテナンスが厳しいっていうのはもう本当なんかいろんなところにいろんなコードがあって何がないやらわからないというのが、ただひたすらそれにつけるんですけど、LSP に関しては、なんだろう、インタープリターだと、そのコメントとかはもうパースの時点で捨てちゃってもいいんですけども、LSP になってくると、コメントはドキュメントを含んでいるので、残したいとかですね、まあ、一部の機能で、コンマがどこにあるかとか、ピリオドがどこにあるかとかも結構残してほしいということが、あるという感じなんで、なんかその辺をいい感じにサポートできるといいなという感じです。あともう一つは、エラートレランスですね。その、シンタックスエラーがあると、インタープリタだったらもうシンタックスエラーって言って終わっちゃっていいんですけれども、LSP だと、壊れた中途半端な書き換え系のソースコードもそこそこいい感じにパースして、なんとかしたいっていうことがあるので、エラー回復の機能がちゃんとあるようなパーサーを作りたいなという、まあなんかもう別に、まだ全然着手してないんだけど、なんとなくそんな、希望があるという感じです。誰か、俺こそはという人がいたら、取り組んでみると面白いんじゃないでしょうかっていう感じですね。本当なんかいい加減な感じです。下に書いてるアイデアはあんまり、このプロフィールを解決するのかどうかとかよくわかんない話も多いんですけれども、Python がね、最近パーサーをまるっとペグに置き換えたっていう話がちょっとニュースになってましたよね。3.9 だっけ ?3.9。ね、なんかすごいですよね。トラブルなくパーサーを入れ替えるっていうのは可能なんだっていうのはちょっとびっくりした。みたいなのをやったら、メンテナンス上がるのかどうかちょっと分かんないですね。やってみないと分かんないところ多いと思うんですけど、そもそもできるのかっていう話がね、あったりもしますし。で、まあ、パーサージャムがいいんじゃないのという話もあるかもしれないと思います。まあ、あと、
なんだろう、スティープの方ではパーサーを使っていて、パーサージムを使っていて、やっぱりなんか一部、そのコンマの位置が分からないとか、不足な機能はあるみたいなんですけれども、Ruby のパーサーよりはだいぶいいのかもしれない。正直僕自身があんまり使ってないから分かんないんですけれども、そっちを改良するというのもありかもしれないし、あと、こっちも僕はあんまり見てないんですけど、リッパーもね、いいかもしれない。というのもあったりします。はい。なんかぐだってし、ぐだってしてるけど、そんな感じのアイデアがあるので、もし、パーサーにすごい思いがある人がいたら、コントリビューションの視界があるところですよっていう感じです。江藤さん、これって、スティープの場合はパーサージェムで、はい、大体いいと思ってて、あんまり早くなくていいからっていうのがあると思うんですけど、うん、Ruby の実行の時って結構早くないときついですか？それともパージングって実際のところ、なんだろう、今から10倍遅くなっても無視できるくらいのスピードなんでしょうか？どうでしょうかね。10倍遅くなったらさすがに何かのアプリケーションで見えるかもしれないですけども、そこまでボトルネックじゃないのはそうだと思いますね。うん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 、ブートスナップとか使ってる人が多いぐらいには、パースは時間かかるんではないでしょうか。あ、そっか、そりゃそうだ。パースと、あと、アイセックのコンパイル。成瀬さん、どうぞ。いや、パーサーの部分と、アイセックのコンパイルの部分を今、ごっちゃにして押しちゃったられた気がするんですが、まあ、パーサー、並列で動かすという手もあるし、もうそこまでボトルネックではないと思うんですが、一方で10倍が許容可能かというと、うん、ちょっと計測してみないといけないと、わからないとはいえ、難しい気がします、ね。10倍はちょっとインパクトある感じはしますね。印象だけですけど。なんか5倍速くなったんで、C から Ruby にすると5倍遅くなるのかなっていう、雑な推論をしました。パーサーでも Ruby のインタープリターのパーサーにするということは全く考えなかったな。そういう話をしてます。いや、そういうイメージなのかなって思ったんですよ。いや、せいぜいバンドルするという程度の話ではありましたけど。いや、うん、2個ほぼ同じものが同じにバンドルされてくるのってさすがに少ないですから、ね、まあ、それはそうです。そのぐらいの印象です。実装が分かれると厳しいですよね。やっぱりだからパーサーでもただバンドルするって結構やっぱ辛いと思いますよね。なんかすごいメンテナンス大変そうなのを気合でなんとかしていてすごいなって思うけど、バンドルはちょっとっていうのは正直そうですよね。抵抗はある。パッチモンスターは何かコメントありますか？ミュートになっております。いやー、パーサージェムはすごいっていうか、古いバージョンのシンタックスまではサポートする必要ないし、どうなんだろうな。いや、その最初の、そのパーサーを動かすための Ruby をどうするのかとか、10倍はいかなくても5倍で収まるのかな。いや、でも多分パーサージェムはもっと細かい情報をいっぱい取るのでもっと遅いんじゃないかなという感じしますね。10倍いっちゃうとちょっとなと思うけど。いや、まあちょっとそうですね、実験しないと。パーサージェムが全部遅くなると思うんだよね。いや、ていうか、いや、パーサージェムをRuby のインタープリターのパーサーにするって本気のアイデアなんですか？なかなかクレイジーですね。さすがに難しいんじゃないかなと思うけど。すごい。うん、いや、まあそこまでいったらそれはそれでありなのかもしれないですかね。パーサージェムが今やってるその古いバージョンのパーサーとかは多分まるっとしてると思うんですけれども、まあ、それはもはやもうパーサージェムをバンドするとは言えないですよね。言えないと思うね。うん、まあでも、いや、だからそれ、うん、Ruby で書いたパーサーでやるとしたらば、AOT にしないと困っちゃうんじゃない？やっぱり、このパーサーを。だから今、ISEC にして ISEC を、インタープレーターに埋め込む感じになるんでしょうかね、おそらくは。やるとしたら。だからできなくはないですね。理論上ね。いや、やる意味があるのかちょっとよくわかんない。それを、だって、あれは同じリビジョンで作んないといけないんだから。いや、そんなことはないんじゃない？パーサージェムと古いリビジョンで作れば、むしろ、
いや、今のインストラクション埋め込むのはそういう形、そこまでポータブルじゃないよ。うん。うん、LSP って、むしろ、パーサージムと同様に古いバージョンでも動かないといけないから、実は Ruby 本体の実行用のパーサーじゃなくて、パーサージムのような、複数の、古いバージョンも含めたもので動くもソリューションの方が適切という指摘と捉えれば、その、ではなんかおっしゃる通りかもしれませんね。あるいは、LSP はそんなに厳密なパーサーじゃなくてもいいんじゃないの？それはそう。逆に、あんまり細かくエラーチェックとか入っちゃうと困るわけで、いらないわけでしょ。で、どうだろう。どうだろう。そんなことはない。文法を通らないやつに関しては何か言ってほしいって言ってますよね。ああ、いや、なんだろうな。あんまり細かい、細かいのは最近ないか。新しいパーサーはパースYで解析すればいいんじゃない？いや、パースY残しといて、まあ、それはブートストラップ用に使えばいいんじゃない？いや、それ22メンテナンスするっていう。パースY はメンテナンスしなくていいと思いますよ。パーサーは古い Ruby で書けばいい。はい、なんか、ゴールが定まってないからよくわからなくなってきてるけど、まず、パーズバイを捨てたいっていうのは前提なんじゃないんですかね。うん、ちょっと、捨てるとまでいかなくても、少なくとも整理しないといかんなというところはあるよね。まず。とにかく動かすためにパースがすればよかったっていうところから、だんだんね、他の要件増えてきたっていう、うん話なので、まあ、そこでもう一回考え直す時期なんですかねという。ペグで書き直すとかっていうのは、松本さんとか趣味的にやりたいとかあったりします？いや、そういう趣味はあんまりないけど。ないですか。なるほど。MRuby でやってる人がいたよね。MRuby で何をするの？ペグで、ペグじゃなかったっけ？あ、レモン？レモン。ハスミさんがレモンで書き換えたよ、パーザーを。MRuby のパーザーを。うん。あ、レモンそこまで表現力高くないですよね。あ、そうなんだ。うん。いや、どうせ書き換えるならもっと表現力の高いパーサーでを導入して、もっと Ruby の文法を複雑にしてやろうぜというようなことは、なんか、松尾さんが以前おっしゃられていた気がします。一度はシンプルにしよう、文法は変えないようにしようかと思ったが、しばらく数年考えた結果、やっぱり文法が複雑なのは Ruby のアイデンティティなんだみたいな趣旨のことをおっしゃられて、なるほどと思った記憶があります。困ったアイデンティティだな。パーズ Y が大変なのってなんでだっけ？道が悪いだけじゃないかな。ん？いや、道が悪いだけじゃないかな。ん？見通しが悪いだけじゃないかな。いや、個人的には YAC で書いてあるから、BNF をかな全部手書きしないといけないじゃないですか。で、BNF、シンタックスを。うん、でも、Ruby のってさ、なんか組み合わせ論的に BNF を書かないといけないところが、引数のところとかあったりしてさ、うん、そうないですか。そういうのが問題だったら、ある意味、それを生成するような機能が欲しくなるのかなとか、妄想したりする。そうなんだ。パスタジェネレーター、ジェネレーター。いや、まあ。プガで書いてると、その、ルールにパラメータを渡すとか、ルールから値を引き渡す、あ、ルールから値を引き渡すのができるのか、ルールにパラメータを渡すのができないんだよね。まあ、上から例えば、その、ボトムアップだからね、その、役は。うん。で、それはしたい、それ、できれば楽だなって思うことはたびたびある。まあ、まあそういうのも含めて、その、なんだ、いきなり問題を把握するのが必要ではないですかね。その何をしたいか。今日話題に出ていたのはエラーハンドリングですよね。新しい要件が出てきたっていう方は、まあ分かりやすいですかね。うん、まあ要求ってのはそうですね。うん、まあエラーハンドリングだったら、一応訳はあるわけじゃないですか。ありますね。うん、いや、その辺を調べて、別に必ずしも今のバイソンを捨てろとは言ってないですね、僕は。リッパーを使ってもいいって言ってるので、実際、リッパーの方をちゃんと使ってみるのもありだと思う。
エラーがあっても最後までパースしてほしいっていう話だよね、その、さっき言ってたのって。と、うん、ですね。金子さんが前にやってらっしゃったんですが、うん、金子さんがいないの。それ、エラーがあっても最後までパースして、とりあえずトークンを返すっていうのは、今 IRB で使ってるやつだよね。レクサーの方ができるって話じゃないですか、それって。え、違うの。レクサーは、エラーハンドリングができるって話。そうね。うん。パーサーが欲しいんですよね。あ、パーサー？そう。なんか、ここに幸運エラーがあって、残りはこうなってるっていうのが、可能であれば欲しいんです。なぜかというと、プログラム書いてる途中で入力補完を出したいから。そう。僕がキーノートで挙げた例は、キーワード奇数のコロンまで書いた状態だとパースエラーなんですけれども、できればパースしたい。奇数の情報を保管するためには、キーワードコロンまで書いた状態の構文、壊れた構文儀が欲しいとかが代表的。それは、この状態で構文儀が欲しいのか。シンタックス主体的に変形できる気がする。途中で止まるようなシンタックスを。なんだ、完全なシンタックスから生成するのって可能な気がする。まあ、はっきり言って、なんか整理されてないというのはおっしゃる通りですね。これは、なんか、なんとなく、もやもや不満があるものを書きたいというわけで、ここに書いていることをさえやりましょうというほど整理されているものは、ここには一つもないと言っていいんじゃないかな。で、こんなふうにぐだぐだ話すという。そういう人、金子さん、昇格してください。はい。エラーハンドリングやってたんですか？エラーハンドリングじゃない。エラーリカバリーやってたんですか？僕それ知らないや。エラーリカバリー何ですか？トークンが途中でぶっ壊れた話ですか？トークンっていうか、はい、まあエラーリカバリーってなんかよく教科書とか見ると隅っこの方に載ってません？載ってます、載ってます。はい、あれどうやるんでしょうね。なんだっけ、あれ、あんまりなんか章で、なんだろう、具体的な説明、細かい説明ってあんま読んだことないんですけれど、とりあえず当てはまりそうなトークンを突っ込んで回復するみたいなのが多い印象なんですけどね、あれ。そうですね。トークンを生成するんじゃなくて、適当に今問題になってるノンターミナルが生成されたことにしちゃって進めるんじゃないの？あ、だから、そうですね。だから、保管して先に進めるっていうことですよね。うん、そうそう、まあ、実際のトークンとは関係なく、このノンターミナルが必要だなーって。はい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 。あ、そうそうそう。では、まあ、それを作っちゃう。エラーとして。で、Ruby みたいにコンフリクトしてない言語だったら1位に定まるんですかね、保管するべきものって。それは無限にあるとはないと思う。そんなことないそんなことないか。には定まらない。テクニカルな話、いくらでもあると思うんですけれども、ちょっとそろそろ次の話題に行こうと思います。どうもありがとうございました。パーサーの話は、無限に話が出てくるし、なんだろう、なんか申請のように刷新してくる人がいたら、もしかしたらワンチャンあるかもしれないし、まあ、そんなものはできないぐらいうまくつなのかもしれないみたいな、なんかそういう領域なのかと思います。はい、はい、何かご意見ある方はまた。はい、お願いします。これで次、IT インテグレーションですね。デベロップメントエクスペリエンス。今回、キーノートで遠藤さんが、IDEで、いろんなモダンな体験ができるみたいな話をしてくれましたけれども、まあ、この辺もっと良くなるといいよねっていう話だと思います。名前が出てるのが総太郎さんなんで、総太郎さんに振っていますけども。はい、そうですね。この辺の IDE のやつを、今ちょっとそこに挙げてるのがタイププロフと、スティープと、まあ、ここは、書いてる人がここにいるっていうだけで、あと他にもソルベとかルビーマインとかソラグラフとかいっぱいあるっていうのは、あるんですけども、まあ、そういったものの中で、まあ、特にソースコードを読み書きするっていうところに行ったときに、今コンプリーションがあったりとかエラーの検出をしたりとか、定義にジャンプしたりとか、リファクタリングをできるとか、そういった機能っていうのはたくさんあるわけなんですけども、じゃあそれを、まあ、今後、よりプロダクションでガンガン使ってってもらえるようなものにするっていうことを考えたときに、まあ、タイププロフとスティープと、まあ、どういうふうにしていくのがいいのかなみたいな話に、したいかなと思ったんですよ。で、まず一番最初に
結構明らかに残ってるのがパフォーマンスの問題だと思ってて、まあ、遠藤さんもあの昨日、キーノートでおっしゃってたと思いますし、で、スティープの方も、タイププロフよりは早いと思うんですけども、まあ、やっぱりなんか十分に早いかっていうとそんなことはなくって、まず RBS のファイルのパージングが遅いのでその辺直しましたみたいな話をさっきちょっとだけしたりとかしてるんですけども、あとは、どういう機能が足りてなさそうみたいなのが、遠藤さんとかと、ちょっと、話せたらいいのかなと思ってるんですけど、なんか遠藤さん、どういう機能が足りなさそうとかありますか？どういう機能が足りなさそう、どういう機能が足りないんですかね。いやー、なんか、これ、機能実装してくれる人を探すための回ですよね。細かい作り込みがいっぱい必要になりますよね。でそうですよね。はい、何でしたっけ、ニルハテナとかってどうなってるんでしたっけ、タイププロフが。あ、まあ、そういう話いや、そういうのもあると思いますし。なんか、まあ、細かい話いろいろあるけれども、まあ、そうですね、この中で IDE をよく使われてる方ってどれくらいいらっしゃいますか？いたら手を挙げていただいて。物理。宗太郎さんぐらいしかいない。あ、誰も使ってないんですか、IDE。あ、使ってる人がですね、いや、Ruby にこれ足りないと思うんだけどみたいなこと言ってくれるといいかなと思うんですが、なんか手を挙げた方、ご意見ありますか？なんかってコミッターってこと？そうね。でも僕らが言うよりも、なんか実際にユーザーの皆さんに聞いた方がいいんじゃないのとは思いますけどね。うん、僕の場合は、ID を使ってるときは、結構その、なんて言うかな。あまりに巨大で読み進められないコードを読むときに使っているので、書くときにはおもむろに EMAX が開かれたりとかもするので、読むときにこの定義なんだっけでタグジャンプしたりとか、そういうのに便利に使ってますね。となると、結構そこそこその領域には充足してきている感じですかね。かもしれないですね。はい。国分さんとかさっき手を挙げてた気がするけど、なんか。まあ、でも定義にジャンプするやつが性能よく動いてくれれば、まあ、それ以外は Ruby だといらない気がします。他だとなんかインポートの感とかを使ったりするんですけど、まあでもそれは Ruby はいらないんで、うん、はい、って感じです、僕は。なるほど。コメントで他の言語でこういうのがあって、Ruby にもこういうの欲しいなっていう人がいたら書いていただければ、拾えるかもしれません。プランの中に。で、じゃあ他、で、あとデバッカーに関しては、まあ、デモでさせていただいた程度に VS コードが動いて、まあ、なんか細々と動かない機能はあるんですけれども、そこそこ動きそうですね。安定して動かすっていうのが多分一番難しいので、うん、安定させるようにもうちょっと頑張っていきま す、ね、なんかね、デバッカーをつけたらデバッカーのせいで落ちるって今結構ありそうなので、まだちょっとクオリティ低いんですけれども、順番が逆なんですけど、少なくともタイプロフ ID について型のホバーができないとか、ドキュメント表示ができないとかは、パーサーが今Ruby インタープリターのやつ使ってて、その辺捨てられちゃうからなんですよね。え、そうだったんですね。そう、いや、だから、なんだっけ、変数代入とかさ、変数名のところだけを取り出すっていうのが地味ではないんですよね。なので、パーサーがもっといい感じの情報をというで、パーサージェムを使えば、それ自体がいけるのは知っているんですけれども、なんか、メソッド X のコンマの位置が取れないとかね、本当は細かい話になるけど、なんか、やっぱり足りないものはあるという感じで。なんだろう、思っちゃいますね。作り方の話になっているので、ちょっと。いや、はい、細かいね。はい、行きましょう、次。デバッカーって書いてるのはいいんですか？あ、今の。それはさっき喋ったんで。OK。遠藤さん、聞いてないね。ごめん。で、次、これ、成瀬さん、いいですか？あ、はい。データライブラリーというものが Ruby には昔から添付されていますが、最近これのメンテナンスがあまり行われていなくて、まあ、日々に時々問題になっています。というのも、まあ、デートメンテナンスされていた方が、辞めてしまったというのもありますし、現在デートで提供されている機能は、ほとんどがタイムでが同じ機能を提供するようになっているので、長期的には、デートの機能はタイムクラスの機能で置き換えていきたいと思っています。が、一部に関してはその置き換えが行われているんですが、いまだに、ストリーピータイム、あるいはパースメソッドといったいくつかの機能がまだ置き換えきれていないので、これを
置き換える実装をしてくださる方をがいるといいなと思っています。で、これができたら、デートライブラリをデート .gem というような形で別の外部の gem にしてしまって、最終的には Ruby の標準テンプからデートライブラリを外して、しまおうというふうにしたいと思っています。また、似たような問題として、現在 Ruby の正規表現は Onigmo というライブラリを使っているんですが、その Onigmo の元々のフォーク元で Onigma という、正規表現ライブラリが再び活動活発になっているので、再び Onigmo から Onigma へと Ruby が使う、正規表現ライブラリを、移行できたらいいなと思っています。でこれらの、取り組みに対して、貢献してくださる方が出てきてくださると非常に助かるので、我こそはという方がいらっしゃったら、ぜひよろしくお願いします。コミッターゼでは何かご意見がある。今日のエレゴンの発表で、トラフル Ruby で、なんだ、RE2 みたいなやつ、線形なマッチしかできない制限版の正規表現が扱えるエンジンの話があったけど、なんだろう、早くマッチできるやつは、線形マッチの DFA 方式でマッチして、そうでないやつは、なんか縮退するっていう話をしてたんですよね。なので、そんなことできるんだ。まあ、なんだろう、RE2 と、Onigmo って同じ表現の正規、同じ表現のところだけは同じ表現だけを使っている言語に関しては RE2 を使って、使ってなかったら Onigmo にするっていうのは、理論上可能なのかなと思ったんですよね。それだったら多分、普通多分 Onigma の方が早いんですよ、実は。マジで。それだったらあれですね。で、大量のオアがあるとか、一部の特殊なケースだけリツが方が早いっていうのが、私が個人的に、仕事で、鬼車と、なんだろう、プレストというクエリエンジンがございまして、それには鬼車とリツがちょうど両方実装されているんですよ。で、デフォルトが鬼車でして、でその鬼車で正規表現が遅いというケース、具体的には大量のオアを含んだ、巨大な文字列を正規表現にかけるっていうケースがあって、それを2にしたら20倍ぐらい速くなったというケースはありますが、一方でやっぱり普通のケースではほとんどの場合で鬼車の方が速かったです。今日のエレゴンの発表だと、まあ、そのトラフルルビン向けに、実装した、RE2 みたいなやつ、うん、TLEGEX って言ったんだけど、それだと、JONI っていう鬼車をなんか Java に移植したやつと比べてとか、違うか、C Ruby の実装と比べて30倍とか40倍とか早かったっていうので、その例は別に、割と普通の正規表現でやってるように見えましたね。プラクティカルな例も試しても、それでも3、4倍ぐらい早いっていう感じのことを言ってます。それだと多分、どうだろう、どうだろう。あれ、私でも JONI と、だから、その理数の実装が異常に早いんだけど、それ、やっぱり20倍早いって何かおかしいんじゃないかなと。じっとしたからでは、まあ、それもちろんあると思います。はい、トラフル Ruby なんで、じっとしてます。これはじっとは当然、正規表現。してないかな。わかんねえ。RE2 ってしなするの？しないんじゃない？いやでもじっといやいやなんだろう、そもそも多分テストケースがおかしいんじゃないかな。巨大な文字列に対してかけているとか、だって正規表現じっとするってじっとしてる時間があること自体がおかしくないですか？多分ウォームアップはしてるんじゃないかなと思いましたけどね。じっとは先にしてから。トップスピードを比べてるんじゃないかなと思います。うん、それは、それについて、想像想像この前の発表でちょっと聞いたんですけど、同じ正規表現が数回、もしくは、文字列の長さが一定の長さに達したところで、じっとやるっていう、答えでした。うん。で、前なんだっけ、一番よくこの問題になるケースは、多分ストリングブランクとかか、だからストリングブランクが速くなるのは、それ嬉しいのかな。確かに。ただ、それはですね、じっとがかなり理数の実装が速くならないといけなくて、なので、あんまりこれを トラフル Ruby では速くなるのかもしれないが、C Ruby で同じことをやって速くなるかというと、非常に疑問が残るかなという気がします。まあ、我こそはと思う人が やって実験すると面白いかもしれないですよって感じですね。はい、さんはあまりうまくいかないと予想するという感じで。はい。はい
いんじゃないでしょうか。じゃあこれは次行って大丈夫、はい、デートタイムの話はチャットの方でフォローしてくれたから大丈夫ですかね。はい、じゃあ続きいきます。ワンバイナリーですね。これは多分ふんわりした話なので担当はいないと思うんですけども、Go ランゲージでワンバイナリーになって便利っていうので、Ruby もそうなるといいよねっていう話ですね。この辺、取り組もうと思うと取り組めると思うんですけれども、どれくらい便利ですかね。これでも C 拡張、そのソーラーパーティーのジェムが C 拡張を使っていると、結局リンクとかで依存が発生して、なんかあんまりよろしくない可能性がまあまああると思うんですけど、だからまあ、その辺のジェムのエコシステムが発達する必要もあるかなという気がしますね。それもなんだろう、添付のディレクトリの中にそれを展開してとか、あとマウントしてとか、ああ、まあ、解決が全くないわけではないが、あると頑張りがいるわけじゃないですか、結局。Go でそういうこと考えなくても使えるところがまあ便利なわけで、はい、っていう感じですね。ユーティリティとしてはそれを隠しちゃうんですよね、きっと。なんか大きなファイルがあって、それを実行すると動くみたいな。気にしないで動く。ファンバイナリーができると何が便利なのかっていうのが、正直よくわかんなくて、よく聞くのは、ドッカーのイメージにそれだけ含んだ状態のイメージをすっと作れるからっていうのを聞くんですけれど、まあ、実際国分さんが前、板前のクローンっぽいやつを MRuby で動くように見た前って言って作り直したのは、結局それってワンバイナリーで済むから、ドッカーでなんかいろいろ構築するときに楽だからっていうのはあるんですよね。その見た前っていうツールはプロビジョニングツールなんですけど、そのプロビジョニングをする対象がそもそもシステムライブラリーなので、そのシステムライブラリーが何もない状態から、欲しいわけですよ。そうすると例えば wget とか curl とかで、取得でバイナリーでいきなり持ってきて動いてくれると嬉しいんですよね。そのジェムというか、そのライブラリーに必要なシステムの依存を入れる前にっていうのが、まあユースケースなんで、まあいつもそれが必要かは分かんないですけど、まあ、なんでかなり複雑な場合、例えば Rails でなんかプロダクションで走らせるような、なんかかなりでかいやつとかだったらともかくとして、なんかそういう日常のツールみたいなものを、まあ、Go なんかだと、なんかワンバイナリーでとりあえず出力できるから、あんまり極端に複雑じゃなければ、とりあえずワンバイナリーにできて、それを人にバイナリーを渡せるっていうだけでも、まあ、価値はあるのかなっていう気はしますね。なんで、とりあえず誰か取り組んでくれる人がいたらっていう程度から始めてみても全然ありの話だと思います。そこまで複雑に考えなくても。そのワンバイナリーっていうのは、そのライブラリーとかまで、いらないライブラリーとかない状態がいいってことなの？例えば、RubyC の代わりに、MSLRubyC を使ったりするっていう感じで、そうすると、いろいろ壊れると思いますけど、RubyC で見ると。Go だとどうなってるんですかね？Go だと RubyC すら依存してないですよ。この辺全部自分で持ってるから。そういうことですよね。はい、すげえ。なるほど。まあ、でも RubyC はせめて許してもらうにしても、なんだろう、うんうん。あと SSL も許してもらうにしても、他にはあんまり依存してほしくないですよ。リードラインとかね。見た前とかレールズアプリとかには向かない気がしますね。コマンドラインツールを、他の依存関係なしで、ポン置きで動いてくれると嬉しいなという夢もありますよね。うん、まあ、リールラインは依存しなくてよくなってるんで、うん、まあ、他に SSL とかは、まあ、ね、オープン SSL とか、まあ、どうしますかね。SSL と ZRib ぐらいじゃないの、あと RibFF ぐらい。DMP。DMP。DMP はなしで動いてくれよみたいな。DMP はスタティックリンクしちゃえばいいんじゃない、うん、ああ、まあ、していいなら、それで大丈夫。リブヒンだってスタティックリンクすればいいんじゃないの、うん、リブヤムルも。リブヤムルは確かに欲しいですね。スタティックリンクしましょうか。かんないですね。ね、それだったらば、ディレクトリー1個で済む。うん、まあみたいな感じで細かいところの切り分けも含めて誰かお願いできるといいなって感じですよね。はい、はい、でユースケースをもうちょっと具体化したいですね。レールズアプリとかだったらもうそもそもなんかマイスケールとかポスグレとかのクライアントライブラリーを拡張ライブラリーがいっぱい必要なんで、そういうのも含めるとちょっと Ruby だけの話で収まらなくなってしまうから、まあ、少なくとも最初のスコープにレイルズは入らなくていいとは思います。まあ、後なので、例えばこれを固めたいみたいな具体的なものが1個あると作業しやすいんじゃないですか。まあ、お手軽コマンドラインツール配布とかが手頃な、パッと思いつく課題って感じですかね。
で、これを例えばデビアン系とレッドハット系両方で動きますとかでも十分嬉しいかもしれない。うん、なんかそういう、そういうのあります？思いつきます？誰か。そろそろ次に行きます。はい、次の課題に行きます。まあ、弊社でまさにそういうのをやっていて、昔の、なんだろう、ワンバイナリーというか、一つのファイルにインストーラーを作ってインストールしてもらうってやってもらうっていうのが大変なので、ワンバイナリーできるとツール配布が大変助かりますね。なんかすげえガシャガシャ音がするんですが。あ、失礼。はい。じゃあこれで次に行きます。はい。性能改善ですね。性能改善いっぱい書いたんですけども、今日のトークでもいろいろ話がありましたので、今日とかですね、明日はないのかな。はい。いろんな性能改善が期待できるのではないかと思います。実施とかもですね、メモリーマネジメントに関しても、Shopify の皆さんの方で進めてくださってる、メモリーの管理の方法とかですね、とか、あとはまだやってないのは、スタックアロケーションっていうテクニックがあって、その辺真面目にやるといいかなっていうのを数年来考えているんですけども、そういうのも含めてですね、やっていくときっと早くなっていくのかなと思っています。あとあれですね、マロックライブラリー、今、JMaloc がいい、JMaloc のある特定のバージョンがいいっていうのは、Ruby のワークロードと、ちょうど、いい感じにマッチしたっていう話だと思うんですけども、じゃあ、その、いい感じにマッチする特性とは 何かっていうのをちゃんと見極めて、その辺を使う、Ruby 用にもう一回作り直すっていうのも、一つ、性能を上げる上では手なのかなと思います。ただ、この辺はですね、バリアブルウィズアロケーションのテクニックですね、VWA と、VWA がうまくいけばいらなくなるかもしれないので、まあ、どっちを先にするかみたいな話なのかなと思っています。それから、スレッドとかラフターですね、まあ、毎回、ネイティブスレッド作るんですよね、こいつら今。なので、MN モデルっていう Go ランゲージとかでよく使っているテクニックをできないかなというふうには考えています。はい。この辺、性能改善で、まあ、Shopify の方が本当に、いろんなことしてくださっているので、まあ、さらにですね、いろんなプレイヤー増えて嬉しいかと思うんで、他にもですね、こういうの興味ある方がいたらですね、手を挙げていただければというふうに思います。はい。他、なんか性能についてなんか喋りたい人いる？あ、すみません、ちょっと口挟んでいいでしょうか。はい。運営の松田です。今回、Ruby 会議に Shopify の皆さんがいろいろパフォーマンス関係のネタを持ってきてくださっていて、で、実は Ruby、Ruby コミッターチャットなんかではすごい盛り上がってるんですけど、その辺、ここにいるコミッターの皆さんが今回の Shopify の皆さんの発表とか、プロジェクトについてどう考えてますかみたいなのを聞けると嬉しいです。あまり伝わってないかもしれないんで。はい、じゃあ、国分さん、どうでしょう。はい、国分です。まあ、僕がその、ちょうどそこにアロンさんがいるんで、アロンさんに聞きたいんですけど、なんか。待って、まず国分さんが何をやってる人かって、あ、すみません、オーディエンスに伝わるように。僕は、2.6 から MJIT っていう、その、ブラディメマカルが開発した MJIT という、まあ、JIT コンパイラーの実装を、まあ、メンテを引き継いで、まあ、3.0 までずっとやってる人なんですけど、その人は同時に、その、まあ、コアに入ってない YJIT っていう、JIT の実装を Shopify さんが開発してて、で、まあ、アーロンさんがそこにいる方が、まあ、開発で参加されているので、そのコアにどのくらい、何をやったら、まあ、どのくらいの期間で入るかという、こう、まあ、大体のアイデアが聞けるといいんですけど、という話をしたりとかしてたんですけど、どうでしょうか。大事ですか。はい、そうですよ。英語でいいですか。もちろん、はい。Okay, I guess I can talk a bit about the stuff that we're doing at Shopify with Ruby. I mean, I think most of you have seen all the presentations for the different things that we're working on. With regard to, like, Koichi mentioned Ruby's specific malloc libraries, we're definitely looking at that in addition to variable width allocation. Like, I think he's right. If VWA goes well, then maybe we don't need a specific malloc library because we can just use that. But yeah, we're trying to target
various different optimizations and trying out different things to see how they'll improve our workloads. I mean, I know you've been like working on other projects, but I'm specifically interested in YJ because, you know, so like, what, like, I think there could be some things you need to work on before merging YJ to core. What would it be? Like, do you have any ideas about that? Yeah, I don't, we haven't figured out exactly what we need to do to merge it or to try merging it upstream yet. We've just been talking about it. Like, it's, I guess one thing that's really important to us is that we develop it as an open source, like open source JIT, so that maybe one day we can merge it upstream. So maybe, like, for example, I know one reason we really like MJIT is because it has such good cross-platform compatibility. So maybe if it's possible, since YJIT only targets x86 and maybe ARM in the future, we could use YJIT as the x86 or ARM JIT compiler, but fall back to MJIT for other platforms. But it's like, I don't know. I don't know what we need to do to get it upstream. So maybe we should talk about that. Yeah. So that's a positive issue, right? And we kind of have a solution there. But another thing could be the maintainability issue. So obviously, you need to maintain the x86 instruction or writing similar. So I think that's Koichi or Nobs or Shohei's concern. Like, whenever we add a virtual machine instruction, you may need to modify the counterpart. And I think how we solving MJIT is we basically have a fallback to the default implementation, like something generated from vm.c. So if YJIT can also integrate a vm.c generated code to what YJIT generates, we may be able to fallback the current YJIT code to vm.c version when we need to do so. Like, when virtual machine maintainer wants to change the vm.c, you could just modify vm.c and delete all the YJIT implementation and then just fall back and let YJIT maintainers update that again. So that could be an option to solve the maintainability issue. Well, we do have, so one thing that we have right now is YJIT. In YJIT, we don't implement every single instruction. Like, since we lazily compile the instructions, if there's something we don't support, it just falls back to the interpreter right now. So, I mean, we can do it incrementally. The other thing is we're working on a backend so that you don't have to write x86 assembly. So we're working on a different backend for it so we can target multiple architectures too. So hopefully that'll make it easier to contribute to an update. Cool, thanks. By the way, I guess you want to talk about other topics, so I leave it to Koichi now. Thank you.他の、アーロンからこんなふうに考えてるって話をしていただきました。で、国分さんの個人的な話としか聞いてない気がするんだけど。いや、今、いましたよ。あれ、聞いた？だから、つまり、その vm.c に何か変更を加えたときに、ジットの変更を例えばして。はい、そっちのコンサーンの話じゃなくて、あ、はいはいはい、そうですか。もっと、なんていうかな。なんだろう、じゃあその共通基盤前向きかどうかみたいな話。あ、前向きか、あ、はいはい。まあ、僕的には、その、なんだ、今の現状の YJIT の、性能って、その Rails のベンチマークを比較したときに、MJIT って大体 5% ぐらい速くなるのがせいぜいなんですけど、YJIT で僕が同じ環境で計測しても、まあ 10% ぐらい速くなるっていうところまで来てるんですよ。で、なおかつ、その、ウォームアップのスピードがすごい速くて、というのも、コンパイルが、まあ、僕の発表でも発表したんですけど、1、2セクかからないような感じなんですね。まあ、多分マイクロセクとかの世界なんですけど、でそうすると、その MJIT ワーカーセットを用意しなくてよくて、しかも、GCC を走らせるみたいなプロセスの管理とかも不要になるので、まあ、メンテナンスも多分楽になるんですよね。でしかも、挙動的にも、その、早くトップスピード、ピークタイムのパフォーマンスに至るまでのスピードが速いので、多分運用している人にとってもすごく使いやすくなると思うんですね。だから、ユーザー視点だとすごく嬉しいんですよ。だから多分大変なのは、まあ、実装してる人たちだけなので、そっちの問題をお解決すれば、僕はそっちになるべきかなと思ってるって感じです。
それは MJIT を外して YJIT を入れるってこと？その2パターンあると思ってて、その、まあ、MJIT をさっきそのアーロンさんが言ってた通り、まあ、フォールバックとして用意するのもありだけど、基本的にはその、シングルタイヤでまあ僕がいいかなと思ってるので、その少なくとも x86 では YJIT だけ動くっていう形がいいかなと今のところは思ってます、ね、現状。はい、はい、ありがとうございます。もう時間になってしまったのでとりあえず1回切ろうと思います。松田さんお願いします。はい、すいません、再び運営からなんですけど、一旦ここまでで一休みさせてください。で、小休憩を挟んでこれ延長戦再開しますかね。運営環境的には OK です。まあ、通訳がないんだよね。そうなんですよ。で、それを言おうと思ったんですけど、3時の時点で同時通訳が終了してしまうので、残念ながら英語音声はここまでで終了となります。ただ日本語の方はまあこのまま継続ができるんですが、笹田さんちょっと延長戦いきましょうか。どうでしょう。じゃあ、人がいなくなるまでやりましょうか。そうですね、もうちょいトピック食べる人がいなくなるまで、聴衆がいなくなるまでじゃない喋る人もう疲れたなっていうところまで、はい。まあ、あとは次スライドで残ってるのを、なんか明日のコミット発表と僕の発表分だけなんで、僕のはもう全然日本語だけでいい。はい、松田さんお願いします。はい、なんで、ちょうど1時間というところで一旦休憩を挟ましてください。映像も一旦切れると思います。で、まあ、多分 1,2 分でまた復帰すると思うんで、また皆さん引き続きお楽しみください。はい、ありがとうございます。じゃあ後ほどハーフタイム、では切りますね。